鶏肉の塩麹ご飯、鶏肉の皮や筋を丁寧に取り除き、一口サイズにカット。袋に入れ、塩麹を加え、しっかり揉み込み1時間置きます。レンコンは皮を剥き、食べやすい大きさに切ります。パセリはみじん切り、お米は研いでおきます。厚手の鍋にオリーブオイルをひき、焼き目をつけるように鶏肉を炒め、お米を加え炒め合わせます。バター、白ワインを入れ、よく混ぜ合わせます。水、固形コンソメを入れます。沸騰したら蓋をして弱火で7、8分。レンコンを加え、鍋底からしっかり混ぜ、蓋をして弱火のまま7、8分。軽く混ぜ、火を止め、蓋をして10分蒸らせば、美味しそうにお焦げがついた鶏肉の塩麹ご飯の出来上がり。黒胡椒とパセリをかけてどうぞ。